堂々たるボディに非常に美しい補色がしてありますね。力がついてあるのも未公開の特徴です。で風をテーマとしているんですが、ボディに彫られている彫刻も全体が風の流れを感じさせる作品です。第2会場の特徴はこういった有機的な空間に作品があることです。東京都美術館ではできなかったこういった建物を利用した作品が今回の魅力です。特に目の前に広がるお庭にも作品があるのがこの展示の魅力です。
天と土とそして海、地球界の全ての物質を表しているをイメージして作っているので、少しずつ連なる地層をですね、表現しているんですけれども。